レオ・ミヤナガは、アメリカ出身のフォトグラファー、心理学者、企業家。エクスス、インターナショナル合同会社 CEO。シアトル生まれ、大阪育ち。1981年アメリカシアトルに生まれる。1982年両親と共に、日本に移り、大学まで過ごす。2007年より米国に移り、大学院にてカウンセリングを学ぶ傍ら。 アメリカの大自然に見せられ撮影活動を始める。2008年以降撮影活動を本格化。居住するワシントン州を中心に、アメリカ西海岸を飛び回り撮影を続ける。2012年には、大阪府豊中市に、レオ・ミアナがギャラリーをオープン。2016年6月、X ・インターナショナル合同会社設立。心に響く一枚をおテーマに、主に風景写真。 動物写真を撮る。ダイナミックに切り取った風景や光と影を演出した作品が特徴。野生動物の撮影にもこだわりを持っており、一見ただの風景写真に見える一枚にも、密かに動物が入っていることも多い。また、タイミングを重視した撮影スタイルを撮っており、決まった撮影スポットで被写体を待つのではなく、自然の中を散策しながら偶然目にした光景を、 感じたままに撮影することを好んでいる。心理学研究を生かした写真で癒す取り組みも始めており、大阪にあるギャラリーでの心理テストは人気。作品の発表、展示を行うギャラリーを大阪府豊中市にオープン。作品の紹介はもちろん、展示作品を見て感じることを題材とした心理テストや来場者の求める心理効果に合った作品を提案するなど、 写真と心理学を融合した取り組みを行っている。オンラインカウンセリングを行う一方、写真活動に通じる研究を行う。ありがとうございます。